アントイネッテア・アマーリエフォン、ブランシュバイク・ボルフェンビュッテルは、ドイツのブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公、フェルディナント・アルブレヒト2世の妻。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公ルートビヒルドルフと、その妻のエッティンゲン・エッティンゲン公女、クリスティーネ・ルイーゼの間の末娘として生まれた。二人の姉、エリーザベト・クリスティーネとシャルロッテ・クリスティーネは、ソフ・アントン・ウルリヒの再配で、 それぞれ神聖ローマ皇帝カール六世位、モスクワロシアの四次王子アレクセイペトロビチに嫁いだ。末娘のアントイネッテ・アマーリエは、祖父の老いで、ボルフェンビュッテル皇僚を相続する予定の人物に、嫁ぐことが定められていた。1712年10月15日、アントイネッテ・アマーリエは、ブラウンシュバイクにおいて、分家筋で、父の重帝にあたるブラウンシュバイクベーベルン公。 フェルディナント・アルブレヒト2世と結婚した。公爵夫妻の夫婦仲は非常に良く、アントイネッテ・アマーリエは八男七女の15人の子供の母親になった。子沢山さんということもあり、アントイネッテとその家族は父、ルート・ビヒルドルフの宮殿で比較的つましい生活を送ることを余儀なくされた。1735年に父、ルート・ビヒルドルフが死ぬと、 夫のフェルディナント・アルブレヒト2世が義父の領地を継承した。しかしその年のうちには亡くなり、アントイネッテは残りの27年間の余生を未亡人として過ごした。ありがとうございます。